が明光巨跡西吉野町が名声の地点が名声は、奈良県五城市にある乳川の下流沿いの谷である。南北町時代、南町の首都となった地域の一つ。元あのうと書いたが、五村上天皇が安宮を吉野からこの地に移した。際に、南町による統一を願って、可能名と改め、さらに1351年、一旦統一が叶うと、 かなせいに改めたという伝承が残る。明治になって、読みを、叶うから原音に近い、あのうに戻した。後村上天皇の先行より、前の1336年12月21日、後大醐天皇は、京都の加山の院から逃れ出て、同月23日あのうに至ったが、暗宮とすべきところがなかったのと、高野山氏との同行を警戒して、ここに泊まるのを断念し、 同月28日、吉野山に至った。南朝三帝が、妙高巨の市の石踏み1347年正月に、楠木正幸が、市条縄手で戦死した後、南朝では北朝方の来襲を防ぎ得ないのを知り、吉野を引き払いあのうに移った。1348年、孔諸名を率いる足利軍が吉野に来襲し、暗宮、謝辞などを焼き払い帰った。 1351年、室町幕府の内紛により、足利高氏が一時的に南朝に降伏し、一旦南朝に統一された。しかし清掃上の形式的なものであり、本格的な統一ではなかった。1352年、後村上天皇は、北西軍を起こし、摂津国住吉から都に近い山城国の男山に、移りとに睨みを聞かせた。 高宇宙の子である、室町幕府、第二代将軍、足利義明はこれに対するために、昌平一党を破棄し、再び北朝を擁立した。5月、北西軍は、京都を回復することができずにが名制に帰ったが、この時北朝方の皇族を拉致し、さらに南朝側は、二席と主張していた、北朝の三種の人をも押収した。北朝方は、天皇不在となったため、 出家を予定していた、渡る人志神皇を、五黄金天皇として即位させた。五村上天皇は1354年10月に、河内天皇山金剛寺に移った。6年後の1359年には、河内関神寺に移り、さらに翌年摂津国住吉に移って、住吉宮の祠宮津守の館を暗宮とし、1368年、住吉宮で死去した。 後、長慶天皇を経て、五亀山天皇が戦争するに及び、1373年8月より、またが明生を暗宮とした。以後1392年、南朝が京都に帰り神儀を、北朝の五小松天皇に伝えるまでの20年間、金生は、南朝の暗宮であった。江戸時代は、当初は、松倉氏の山と五条藩領地、後に領、五両、 幕末には、天中組の吉村虎太郎がこの地を訪れ、アングアトで、画名公居の変額を書いた。明治以降は、吉野郡あの村が存在したが、1959年に合併し、西吉野村となった。西吉野村は2005年9月25日、市町村合併で、五条市の一部になった。1959年の合併以降、 金星という地名は通称としてのみ使われていたが、2011年4月1日に西吉野町、和田地区の一部が西吉野町が名声と変更され、住所表記として金星が復活した。南北町時代からが名梅林が有名であり、明治以降は実を収穫するための植林も盛んに行われた。1923年、 東宮聖根を記念して五千本の梅が植林された。現在は柿の生産も盛んである。この土地には日本国有鉄道五神線が通る予定で、途中の坂本まで建設が進められていたが中止され、用地の一部はバス専用道路に転用され、大体のバス路線が運行した。2014年10月1日、五神線の路盤を利用していた。 バス専用道が廃止され、一般道経由となった。堀家住宅上述の吉村が変額を書いた金瀬のアング跡には、住者の住まいだった建物の一部とされる建物が現存する。堀井晋が提供した住居であるため、堀家住宅が妙高居跡と呼ばれる住宅は、古民家として1979年に国の重要文化財に指定されている。 1998年に解体修理を行った。2003年1月18日、五代醐天皇から歌詞されたとされる伝承がある、日の丸の旗や、天中組の寄せ書きなど、約80点が、盗難にあった。その後、日の丸は2年後に改修され、天中組の寄せ書きは10年後に改修された。堀家住宅は春と秋に、有料で、一般公開。 予約制であった。2019年3月、改装を経て、宿泊施設とレストラン、結婚式場として営業を開始した。ありがとうございます。